世田谷大田駅は東京都世田谷区大田2丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は o 0 8当駅と京王井の頭線新大田駅の間には戦争中から戦後にかけて井の頭線に車両を運び込むための連絡線が付設されていた。地上駅だった頃のボリホームの裏側に連絡線の跡地が残っていたが、 複々線工事に伴い痕跡は消滅した。開業時の世田谷中原は駅所在地の地名である大田村の小技から。その後、1946年に大田村が細分化されたため、世田谷大田に改称する。地下2階の観光線上に一面2線の島式ホームが設けられており、その直下をホームのない急行線が通過している。地上に駅施設があり、 改札口はコンコースの両側に設置されているが、地下化工事に伴って現在の駅舎が設置された当時は西側のみであった。2021年3月に設置された東側改札は IC カード専用の無人改札である。コンコース及びホームにはそれぞれ天窓が設置されている。地上のコンコースには2017年3月24日に 小田急電鉄の環境保全対応や当駅付近の地下加工時の紹介を展示した小田急環境ルームが設置された。トイレは多目的トイレを併設した男女別の推薦式で小田急環境ルームの隣に設置されている。また、多目的トイレはオストメイト対応型と子供用お便器併設型が一室ずつ合計二室の設置となっている。改札横には ストリーマーコーヒーカンパニーの店舗が入居している。地下加工事前相対式ホーム2面2線を有する地上駅だった。改札は下りプラットホームに直結したものだけであるが2009年7月24日までは臨時改札口が上りホーム上にあった。ホーム間は古戦橋で結ばれていたが天気が良い日には富士山を見ることができたことから 富士見窓という名前の窓が設置されていた。この窓は仮駅舎にも引き継がれていた。また、プラットホームは古くからの駅の構造がそのまま残っている箇所が多かった。駅の柱や車両の増結に伴いホームを延伸していった様子、木造のホーム壁面と一体になっているベンチなど、2000年代の駅においてはあまり見かけられなくなったものも見られた。 急行線工事完了前を打球は東北沢梅ヶ丘間で連続立体交差化及び複々線化工事に着手し2006年3月26日から2013年3月22日までは仮設橋上駅に移設され同時に下りホーム側の改札口も従来より20メートルほど新宿寄りに移動された 2009年7月24日までは、上りホームの臨時改札口も設置されていたが、翌日から1箇所に統合された。観光線工事完了まで2013年3月23日に、地下3階を通過する急行線が先行して開通し、この線路沿いに仮設の相対式ホームが設置された。地下下下から2015年8月28日までは、 地下2階の観光船ホーム予定地に改札口をはじめとする仮の駅施設が置かれた。地下下時点では地上から地下2階の改札口まで106段の階段が仮設された。2015年8月29日、地上部の駅舎が共用開始となり、改札、駅事務室が移設された。この時点で地上と地下2階の間にはエスカレーター、階段、 エレベーターが設置されたが、地下2階とホームの間には、エレベーター、階段のみでエスカレーターは設置されていなかった。2018年3月3日の複々線化工事完成に伴い、地下2階の観光線ホームの使用が開始された。同時に、地下3階の急行線仮設ホームは廃止され、ホームなどの旅客用設備は撤去された。 2020年度の1日平均乗降人員は7,061人であり、小田急線全70駅中64位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。大田地区は下北沢周辺から続く低層住宅地で大規模な商業施設や公共施設は存在しない。下北沢や新宿に近いこともあり、近年は 住宅地としての人気が高まり、住宅の販売価格や家賃が上昇している。ありがとうございます。